24年も後半戦に突入した。今年の優勝回数上位を確認しよう。セブン V の中辻隆人、豊田健志郎に次いで佐藤隆太郎、30イコール東京が 6V で3位体にランクインした。昨年 1V から大躍進。覚醒の時を迎えつつある。14年11月のデビューから丸10年の昨年まで通算 7V。そこそこ強い若手のイメージだったが、 師匠の長田頼宗の同期である馬場高屋の一言が佐藤を変えた。ある時、サウナで一般戦なら優勝か2着は当然だぞ、と言われてそこから意識が変わりました。一般戦では負けられないと思っているし、優勝回数は大いに意識しています。最前線で活躍するスピードスターの葉っぱは速攻性抜群。すぐさま数字として現れ出した。 今年は20節で13優出6 v 4 v 目の若松、5 v 目の江戸川、いずれも6月、ワババを彷彿とさせる道中逆転劇。1号艇で臨んだ7月平和島優勝戦はセンター勢が握り合い、抵抗しすぎると懐が甘くなるシビアな局面を絶妙なハンドル、レバー操作で乗り切った。この時点で SG 初出場となるメモリアル、丸亀、27日開幕。 の出場資格を玉川の推薦により得ていたが、年間 6V で来年3月のクラシック、若松、出場をほぼ手中に収めた。そして、10月ダービー、戸田、の切符を自力で掴んだことでより一層、自信を深めたか。SG は行ってみないとわからないけど、いいエンジンを引いたり、うまくハマってくれれば、そんなにやられないと思います。丸亀メモリアルでお手並み拝見と行こうか。 1980年、あきら55、9月29日生まれ、熊本県出身の43歳。名大卒、05年スポニチ入社、13年4月レース部配属。パリ五輪で印象深かったのは、あと一歩で4強を逃したバレーボール男子準々決勝、日本イタリア戦。